はい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 、どうもガミですということで、僕は今ですね、秩父鉄道の、お花畑駅に来てるということでね、今回のこの動画は、なんだ秩父鉄道に急行が走ってんだっけ、うん、でじゃあその急行列車に今から乗っていきたいと思います。三井根口までの、乗車券と急行券を2人分お願いします。窓口で、乗車券とね、この急行に乗るには急行券が必要ということで、別に200円払って急行券もね購入したという感じなんですが、すごいねこれ今時本当になんだ、硬券でね乗車券と急行券発売されるってなかなか珍しいよね。ね、珍しいね、うん、そうね、これ今お花畑駅なんだけど、今我々がいるのが1番線なんだよね、うん、で反対側の2番線ってこれどういうホームかっていうと、これ西武線に直通する専用のホームってことなのか。じゃあそうだね、うん、で見てみるとこれ駅名表もお花畑の次が横瀬になってんだよね、うん、そう横瀬っていうのは西武秩父線の駅だから、あ確かにそうなんだっていう感じで、これじゃあこの先線路がどういうふうに伸びてるかっていうと、こっち側を見ると、もうねすぐ近くに西武秩父駅っていうのが見えるんだよね。でその西武秩父駅に向かうあの短絡線もここから確認できるよね。あじゃあここのホームから、1日ほんと1、2本しかない、西武線直通用の列車が来るというわけか。ゼロ系みたいだね、ここだけ見ると、うん、あすげえな、ほんと特急みたいになってんだ。あであれか、ここが何もともと窓が、あ窓じゃないドアがあったけど、そのドアを魔改造して、座席にしたんだ。でこれ面白いね、確かにここだけ窓が明らかに違うね。他は玉戸なのに、玉戸ではないけど、いやすげえな。これが西武秩父駅。逆に西武線から三峰口方面に行く短絡線っていうのもあるんだよね。それがこれなんだよ。でこれがなんだっけ、あの池袋から出る快速急行の、三峰口行くとかが使うやつ。本当に田舎のローカル線って感じだね、うん、少年時代が流れてる、うん、だって完全に車窓的にもそうなんですよ、うん、あれが西武から直通してきたやつか、うん、西武で、こっちは東急の西武だね。あーすげえな、これがじゃあ駅か、あこれではないか、もうちょっと先に、あこの辺が駅か。あーすごいね、やっぱ急行だからちゃんと通過駅があるっていう。すごいな、秩父鉄道でこうやって駅通過するのってなかなか爽快だね。爽快、うん、まあお金かかるけど。本日は秩父鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。
シールが見えるね。あ、でも意外と空いてんのかな。あ、でも途中から乗ってくんのか。これ急行の池袋行きになるのか、開始は。すごいな、こっから直で池袋まで1本で行けるってなかなかだな。で、これが未だにってか、これは本当に今も西武の車両だよね。そうだね、これは、うん、で、こっち側にいるのはもともと西武だった、うん、偽西武、うん、都営が来たな。